ブルーファクトリーと申します。トントハムさん、初めて今日やらさせていただいて、ちょっとですね、天候も終わりですけど、そうですね、ちょっとキーボード、初めてなんですけど、僕たちはですね、オリジナルを中心にやってます。今の曲もですね、曲名は同じなんですけど、ルート66っていう僕の大昔の曲ですね、ちょっとやらさせていただきました。今日ですね、実はこんなに皆さんのレベルが高いと思わなくてですね、ちょっと弾いてます。ちょっと元気がない気味ですけど、頑張ってね、楽しんでやらさせてください。僕らこういう感じでね、またメンバー紹介も後でやりますけど、ちょっとずつメンバーが入れ替わったりしながらですね、短い30分のショートライブでありますけど、皆さんお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。で次はじゃあ歌わせてください。オリジナルではないんですけども、カバーということで、海猿のエンディングですよ。オープンアームズ、ジャーニーのオープンアームズを歌わせていただきます。まあ、楽しんで聴いていただければ。はい、よろしくお願いします。レベル高いね、もう。楽しく歌いますね。はい。楽しもう。
ゃあみんな緊張しますね。緊張ね。あの僕らでも一応ライブダンサーやってるんですよ。あの、この前はですね、鎌倉ね、鎌倉通さんで、来月は横須賀ヤンガーズアインエスタで、で来年2月また大森に戻ってきまして、風に吹かれてね、まああの楽しんでやってますんで、皆さんあのシーンとならないでね、どうぞついてきてください。ですね、実はその鎌倉の通さんって、ジャズ系のカリビアンジャズっていうんですかね、ギタリスト小沼洋介さんっていう、結構今新進系で頑張ってる小沼さんのお母様がやられてるお店 で偶然にもですね、ご縁があってライブやらさせていただいたというところで、実は次の曲はその鎌倉の小沼達子さんが書いた、ね、詩を一部いただいて、それに、僕が久しぶりにまた曲をつけてというところで、書きました。これは夢はいつでもいついつまでもそしていつからでも Just to be free というね、ちょっと難しい内容の曲ですけど、冬の空のアンターレスという曲を聴いてください。輝くアルデバラ
思います。あの M ファクトリーズと言います。ズはですね、あの複数形じゃないんですね。アポストロフィーズの S で、M 工場で作り出した音楽の作品たちというところで、もともと僕はあのオメガ藤田正樹と申し一人でねソロでやってた時に M ファクトリーという名前でやってたんですね。先ほどもあの会場のあのお林さんの方からお話しあったんですけど、有名なね音楽関係の、まあ、会社があるんですね。で大人の事情でその名前は使えないということが分かりまして、まあちょっと大文字に変えたりね、作品のもののようなものをつけたりして名前が変わって、これで、全員集まってというか、まあ、やっと 4年目のところになります。次の曲もですねちょっと雰囲気が違うんですけど、あれ次は、しっとりとした、あメンバー紹介してます、してない、ごめんなさい、いきなかもん、大盛りでね、大盛りで、ナンパしました。で、早3年目かな、一緒にやってくれてる、カフォン、ギター、ボーカル、クロちゃん。こいて、ピアノ、キーボード、時にはシンセ、時にはダンスもやってくれます。すいません。頑張ってやってくれてます、こいて、よしちゃん。今回ね、このお店もご縁をいただいた、僕らの、ね、僕の親友です。むちゃん。はい、皆さん、こんにちは。本当、花さん、実は初めてです。申し訳ありません。もうずいぶん前から伺っていたのに、アミアイリさんとはですね、こことはまた別のお店で、ずいぶん前に知り合いながら、こちらできたと伺ってたのに、今日お伺いするのは初めてでした。申し訳ありません。いらしてみたら非常にレベルの高いです、ね、楽しい音楽を聴かせていただきまして、非常に今日は喜んでおります。まあ懐かしい皆様にもお会いできましてですね、大変嬉しい一日になりました。ありがとうございます。あれ、おいしそう、いいの、はい、忘れてました。我らが M ファクトリーの親方大地主、七主いらっしゃいますね、クーさんです。よろしくお願いします。僕はあの横須賀から来ました。横浜での横須賀です。横須賀の海の近くでですね、シャープショップをやってます。あの西向きの風がね大好きで、横須賀を離れられずに今もこうそういう風に楽しい人生を送ってます。というところで、くだらない MC しかないのでね、僕らはちょっともう一曲オリジナルを聴いていただきたいと思います。これは僕の中ではかなりピュアなラブソングで、ちょっとまあ、よく仲間にはね、プロポーズの曲ですかとか言われたんですけど、全然そんなことありません。まあ、時にはね、仮想恋愛で曲を作ってみている今日この頃、これもちょっと古い曲ですけど、あなたとという曲を聴いてください。
瞳にはささやかなぬくもりを抱きしめる体には永遠の愛を二十歳になりました。
ありがとうございます。番組でいただきました。あの、彼女もですね、アクセサリーがね、好きなみたいなんで、好きみたいなんでね、僕ら3人から気持ちを込めて。ありがとうございます。すいません、この素敵な場所にごめんなさい。あのね、まあ、これぐらいしかサプライズがないんで、すいません、あのご協力いただいて、どうも岡本氏にどうもありがとうございます。申し訳ないです。あのね、こんな感じなんですけど、まあ、最後の曲になります。僕たち、さっきも言ったオリジナル、基本的には僕のオリジナルでやってます。で、僕は大阪の生まれなんです。言葉の訛りはほとんどないんですけど、大阪です。で、男同士の友情って何なのかな、まあ、今日来てくれもらえなかったんですけど、長田栄一という僕の親友がいます。その親友に、まあ、男かな、男はつらい、つらいけど逃げたらあかん、逃げたらあかんっていう気持ちで一曲書いたら、意外や意外、新しい親友、梅ちゃんですね、この曲を気に入ってくれて、まあ、M ファクトリーズでオリジナルの1曲やるとしたらということで、最初に選んで始めた曲です。もう丸4年になりますね。ツインボーカル、ツインギターからシンプルに始めて、今や、超過音、ね、リズムもついて、鍵盤もついて、足りないのは、ね、気の利いた MC だけというところまで来てます。頑張っていきましょうか。じゃあ、男や酒井、これもうラストです。ラストの曲です。よろしくお願いします。男や酒井
の中最後までありがとうございました。林